パごめんなさい。何？どうしたの？車ぶつけちゃった。怪我してない？大丈夫？私は大丈夫。でも車が。車は別にいいよ。保険にもちゃんと入ってるから。本当にごめんなさい。大丈夫だから気にすんな。ありがとう。どこで事故ったの？川沿いの公園のところの電柱にぶつけちゃった。車は動く？動かないみたい。そんなにか。怪我がなくて本当によかった。相手がいたりしないんだよな。電柱にぶつけただけだよ。こっちからレッカーと保険屋には連絡しとくから。ありがとう。ここにいたらいい？一応警察にも連絡しといた方がいいかも。警察？あそこ道が狭いから念のため呼んでおきな。分かった。おい、電話出ろ。はい。お前が運転したんじゃないのか？違います。誰が運転したんだ？電話出ろ。ごめんなさい、怖くて出れません。お前車誰に貸したんだ？ごめんなさい。誰に貸したか聞いてんの？ごめんなさい。さっき警察から電話あった。俺の車を全く知らない奴が運転してた。本当にごめんなさい。どうなんて言っといた？違う、私が貸したの。っていうか相手誰なの？まだ学生って言ってたぞ。知り合いです。お前みたいな30過ぎてどうやったら学生が知り合うんだよ。ごめんなさい。お前自分が何したか分かってんの？電話出ろ。ごめんなさい、怖い。お前ふざけんな。車の保険30以上からにしてるから保険も効かないんだぞ。っていうか相手誰なんだよマジで。友達です。浮気か？お前学生と浮気してんの？ごめんなさい。マジか、お前最低だな。本当にごめんなさい。なんとなく流れでそんな感じになった。お前バカなの？相手学生だぞ。ごめんなさい。ないわ。とにかくこのことは帰ってからしっかり話すけど、離婚するから。なんで？お前最低すぎるよ。成人した大人がやることじゃない。もうこんなことはしません。あんな近所で事故ったから周りみんな知ってるだろうな。お前の浮気も地域中に広まるんじゃない？どうしたらいい？俺と離婚したらいいと思うよ。いや、それだけは。とにかく帰ってから話そう。LINE で話すことじゃない。とにかく俺が帰るまで反省してろバカ女。わかりました。